待って、リップちゃんと塗ってないよ。グロスつけた。なんとかついた。あ、落とした。ね、来るといいな。パンダタグつけた、合ってるかな。このなんかさ、運勢占い待ちみたいなやつだよね。運勢占い待ち、これだよね。つけてるけど、来るかな。合ってるはずなんだっけ、タグ、ライブタグ。多分これで合ってるね。これで合ってるはず。イベントのだと思うから、これ。OK。これでパンダ待ち。膝掛けをちょっとかけとこう。何時までにくれ、何時まで、22時までやってるはず。10時までこれ、このイベントやってんの。だから10時までかな。あと 1時間ちょいくらい。クシャさん、ね、あと熱出てないと思う。出てない。うん、酒ないのだかな、昨日お酒。なんかレモネードみたいなやつと、ちょっと飲ま忘れちゃったけど、レモネードみたいなやつと、なんか青りんごのチューハイみたいなやつ、青りんごチューハイみたいな。レモンサワー、わかんない、なんかね、名前レモンサワーじゃなかった、なんかよくわかんない名前だったでもレモネードみたいなやつ、味レモンサワーって名前じゃなかったけど、レモネードみたいな味だった。名前忘れた。レモンサワーじゃなかった。でもなんかカタカナだったけど、ちょっとあんまり見ない名前すぎてもう覚えてないレモンサワー飲んだことない私わかんない。炭酸入ってた、入ってたけど、なんかレモネードみたいな名前忘れちゃった。カタカナだったけど、なんだったかも覚えてない忘れた。お父さん飲まないですね。あとお父さん飲めないもん、一滴も飲めないで、あとお父さんが昨日運転してたからね。
飲んでみたいお酒。昨日さちょっと梅酒気になってたんだけど飲まなかった梅酒なんかこの間話してたじゃん配信で、梅酒なんか美味しいみたいな言ってたから飲もうかなって思ったけどやめた結局青りんごにした。そうどうしようかなってお母さんにこの梅酒どう思うみたいな、美味しいと思うみたいな聞いて、梅が好きだったらいいんじゃないって言われて、分かんなくなったから、美味しいかどうかを聞いたけど分かんなかったから、そうあの青りんごにしました。最初青りんごチューハイやめただから梅は好きだよ、あの蜂蜜梅が好きちょっと甘い梅が好き。お店で飲んだ。私缶のお酒そこまでだったなんだけどちょっとなんか当たり前かもだけどさ、お店の方が美味しいじゃん当たり前かもだけど、その缶のやつよりお店のやつの方が美味しいって。めっちゃ酸っぱいな、めっちゃ酸っぱいな、そんな食べないな。梅だよね、食べないな。蜂蜜梅が好きなんです。私パリピ気分知ってる？酔える組とね。アルコールが入ってる組ってこと？パリピ気分？初めて聞いた。そんなのあるんだね。あれは食べたことある。なんか同じアルコール入ってる組だけどちょっと入ってるみたいな。なんかワインの味みたいな組。なんかなんだっけな、あれ。ワイン飲んだことないからあんまり味わかんないんだけど、本当にワインの味するとかわかんないんだけど、飲んだことないから。なんだっけなあれ。なんて名前か忘れちゃったけど、そのグミは食べたことある。なんかねスーパーに売ってて気になって買ってみた。あんま分かんなかった。なんかなんていうん、アルコールの感じは分かんなかったけど、ほんのちょっとしか入ってないから。ワイン飲んだことないからあんま分かんなかったけど、美味しいのは美味しかった。なんかでも普通のさブドウのグミって感じじゃない。ワイン飲んだことないから本当に分かんないんだけど味がそのなんか本当にワインの味だって分かんないからなんなかったけど、ブドウ味とはちょっと違った。ブドウの味はするけど、よくあるブドウ味のグミとは違った。そうなんかワイン味のグミらしいけど分かんなかったもん。まこれがワインの味なのかみたいなそのグミ食べてあこんな味なんだって感じで食べてた知らないから飲んだことないからさ分かんない。赤ワインと白ワインどっちが好き？私どっちも飲んだことない。どっちも飲んだことないですね。グミからそう、グミ先に食べちゃった。あ、中吉中吉ありがとうございます。最初は白、あ白が飲みやすい。あそうなんだ、知らない。美味しそう。でもワイン、バルサミコ酢っぽい。バルサミコ酢、まあんまり味わかんないやバルサミコ酢もあんまり味わかんない。私似てるんだ、
かんないなでも味は。なんかあれは飲んだんだよな、カルディのワインじゃないけど、あれどっちだっけ、し普通のなんかアルコールが入ってないジュースの、ノンアルコールのでジュースのやつ、なんかアルコール入ってるのと入ってないのがあって、カルディにそのワイン、白ワインのアルコール入ってるのと入ってないのみたいなの売っててさ、シャンメリーじゃない、なんか普通にワインみたいな、違ったっけな、なんかお母さん買ってきててアルコール入ってないのみんなで飲もうって言って、みんな飲めるジュースのやつの方だからって言って、みんなで飲もうって言ってさ、ちょっと飲んだ、すごい、それなんかあのそのワイン用のさ、ブドウ以外何も入ってないんだけどさ、あの砂糖とかも入ってないんだけど、すっごい蜂蜜の匂いがしてさ、びっくりした、めちゃくちゃ蜂蜜の匂いと味だった。え、そういうもんなの？ワインって知らない、飲んだことないか分かんないけど、すごい匂いが蜂蜜だった。でもね、そのさ、材料のとなんていう、原材料のとこ見ても、ワイン用のな、あのブドウかな、それしか書いてないの、砂糖も蜂蜜も入ってないの。あ、ワインそんな香りしない、え、めちゃくちゃ蜂蜜だったのそれ。蜂蜜の匂いと味、びっくりした。子供あ、でも子供も飲めるやつ、蜂蜜入ってなかったんだよ、あの書いてなかった、原材料のところに蜂蜜も砂糖も書いてなかった。でもすごい蜂蜜の匂いだった。で本当は白ワインの方、白ワインのノンアルコールのやつ、白ワインのジュースの方を買おうとしてたんだけど、してたらしいんだけど、なんかなかったらしくて、売り切れちゃってたらしくて、ワインの方買ったって言ってて、それはね、そんな感じの味だった。まあ、ちゃんとしたワインは飲んだことないんです。白ワインもワインも飲んだことない。まだパンダ持ってる、パンダ来たことないです。ないです、パンダ来たこと。でもさ、まだ始まってさ1時間も経ってないよ、まだって言っても25分ぐらいでしょ、30分も経ってない、まだまだですよ。まだまだ、まだ時間経ってない、お酒飲める年齢ですよ、二十歳なんで。たちです、22時半ぐらいまでするつもりでいるけど、あ、でもさ、一旦22時になったら、くらいになったら、一旦ちょっとさ、ショールームさ止めてさ、配信止めて、メール送りたいから一旦止めてもいい？22時になったら止めてって感じかな、メール送ってまた戻ってくる。そのぐらいの時間だったら、そうします。
その前に来てほしい。いや本当そうだよ。パンダさん来ないかな。何の景品狙い？え、3つあるよね。え、大吉中吉凶だっけ。大吉かな。一番上のやつかな狙いは。やっぱりそれかな。まあ違うのでもいいけど。え、でも来てくれたら当たりってことだからさ、まあ何かしらが当たるからいいけど、いやでもやっぱさ、どれがいいって聞かれたらそれ一番いいやつでしょ。そう聞かれたら。そういつ来るかな、来てくれるかな。パンダさん、マチビトパンダ。そうパンダ待ってるんで。マチビトなんて書いてあったかな、おみくじ覚えてないんだよな、もうマチビト。いや来ないとは書いてなかったはず。でもなんか来るとかでもなかった気がするの。だからなんだっけな、でも忘れた、覚えてないけど、でも来ないではなかった、もう覚えてないけど。エマに、エマ何も書いてないです。エマ書いてない、書いたこと一回だけあるな、前に、何年か前に、3、4年前に一回だけある。でも書いたことない、あのそれ以外書いてない。今年も めっちゃ前にね、ミッサーの男の家族と一緒にさ、初詣かな、あの時でも冬だった気がする、初詣かなんか行ったの。その時に書いた、今でもその時しか書いてない。普段書かないな、それ以外初詣行って。それが書いたことな。11日の公演、あ、そう11日 B 公演、そう出る、今年1回目の公演、11日です。1月11日の B 公演が今年最初の公演です。うん、ボソボソだ、ここ。今年初、リップのみじゃないですよ、普通にメイクしてます今。
え、紹介文に私の名前なかった？あれ？おかしいな。今年初出演メンバーとの紹介に。おかしいな。あれ、私今年初出演だよね、 B 公演11日が。なんでだろう。え、わかんない。なんでかわかんない。今年初出演だと思うんですけど。わかんない。あれ。パンダさん、行方不明、どこ行っちゃった？どこにいるんだ、パンダさん。待ってるのに。なかなか来ない。パンダ餅。あ、今休憩中？そういうことね。そろそろ休憩終わる？まあ確かにまだ焦る時間じゃ、あと1時間半ぐらいありますからね。諦める、いやそんなことはしない。まだだって始まって30分しか経ってないよ。早いよ諦めるには。まだ諦めるには早い。週刊誌公演、さあどうでしょう。出るか出ないか、わかんないですね。出てないんで。出てないよね、まだ。さあどうでしょう。出るかもしんないし出ないかもしれない。ちょっとわかんない。どうでしょう、わかんないです。来た？あ！パンダ、パンダさん来た。何かと思った。え？来てくれた。ありがとうございます。うわ！嬉しい。やった。え、パンダさん。あなたの運勢占います。あ、なんだ、え、こんな早く来ると思ってなかった、嬉しい。なんだろう。大吉が出ると焼肉お食事券プレゼントです。なんだろう。中吉でモコモコ靴下プレゼント。今日だとやけだっけ、グッズのプレゼントになります。大吉、大吉、大吉お願いします。大吉、大吉、大吉、大吉。それでは準備は良いですか？大丈夫です、準備 OK です。ドキドキ。大吉、大吉。準備完璧です。いきますよ。大吉。それあ、大吉、大吉だ。やった。
当たったやった大吉焼肉ありがとうございますやった焼肉お食事券プレゼントプレゼントしますありがとうございます焼肉だ焼肉ありがとうございます大吉嬉しい新年早々幸先がいいですねおめでとうございますありがとうございます焼肉嬉しい楽しみ焼肉やった当たったよかったいつも配信ありがとうございますありがとうございます来てくれてやったパンダさんが来てくれたありがとうございますね、ついにパンダさん来てくれた特典については後日改めてご連絡させていただきますのでお待ちくださいわかりました了解ですやったこの運勢占いご参加いただきありがとうございましたありがとうございましたパンダさんありがとうございましたありがとうパンダさんありがとうございました焼肉をありがとうございます私も素敵な一年になりますようにそれでは失礼しますありがとうございますやったありがとうございますパンダさんえ嬉しいやったえ来ると思ってなかったこんなに早くやった当たった焼肉だって大吉だよ大吉焼肉お食事券食べに行こう絶対に行こうもう終わったらすぐ行こうやったついに当たったやっぱ3度目の正直2度あることは3度あるじゃないいやまだ運使い切ってないまだ運使い切ってないから大丈夫焼肉誰と行くえ誰と行くえわかんない一人で行く可能性もあるから一人焼肉全然ある可能性あんま誰ということは考えてなかった嬉しいやった来たから一回終わるいや終わんないまだあとで一旦止めるけど2時間半ぐらいするつもりでいたからそんぐらいする嬉しい焼肉だって焼肉どこ行った膝掛けあれああったちゃんと一枚消えたかと思ったうん料理全部大使の肉あそうあれの時の食事券もあるんだけどでもまだ受け取ってないんで。そうまだ受け取ってないから受けてないあの時もお食事券増えたお食事券嬉しいたくさん食べれますそうまだ受け取ってないからそうまだいけてないけどいつもらえるかなあそうテロップ
何しよう。やっぱなんて書こう。パンダありがとう。あ、やばい、間違えた完了せてなかった。今変えた。やったー、お肉だ、お肉。やったー焼肉行こう肉寿司食べたいな。あるかな肉寿司、そこのお店。肉寿司崩した。嬉しい。大吉珍しい。え、わかんない。どうなんだろう。あの他のパンダさんが来たルームがルーム見てないか知らないからだけど。え、みんなどんな感じなんだろう。あの、え、結構大吉出てる感じ？それとも中吉とか今日。のが多いとかって感じなのかな。中吉が多いのかな。どうなんだろう。あ、中吉が多いんだ。嬉しい。じゃあ大吉当たって嬉しいやったー。そうなんだね、知らなかった。中吉が多いんだ。え、今日も出てる。今日出てないのかな、まだ今日。パーカー出てるの。いい笑顔でさ大吉だ、嬉しい。いやもう、え、パンダさん来たのがさ初めてだから嬉しい。来ると思ってなかった、そんな早く。え、みんなのさメイクでさ、メイクじゃない、メイクって言ってた、あのコメント読んじゃった今みんなの何コメントでさ、メイク、いやパッて目に入ってメイクって言っちゃった違う、あのコメントで「来た」って書いてて、え、何がって思ったらパンダさんだった間違えたいやコメント見ながらさ喋ってたらさ読んじゃうんだよな、意味わかんないタイミングで途中で読んじゃう、喋ってるタイミングでパッて目に入ったこと言っちゃう違います、間違えましたそう、コメントがさ先にパッて、あ、なんか来たみたいな、来た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 みたいな感じで。でもさ、この壇上のさ何位だっけ、8位だっけ、9位だっけ、兄さんパンダさん、あ、6位か、全然違った、6位どこに来るって言ってたけど、いなくて、え、どこに、え、何、どこ、何のこと言ってんのか分かんなかったの。パンダだった。そしたらパンダさん、そしたらコメントでパンダさんのコメント来て気づいた。確かに時差あるもんね。うん、最初気づかなかった。え、思ったより早く来た一番目はする。ええ、あった？やばい、全然気づかなかった。え、
あった。待って気づかなかった、ごめんなさいパンダさん。あれ気づかなかった。あ、そういうこと、だからみんなコメントがってこと。そういうことね、知らなかったわ。なんだろうって思ってた。そういうことか。やったの、でも来てくれたから嬉しい。今日一盛り上がったもん、コメント欄。確かに今日一早かったかも、進むのが。みんなの来たっていうコメントでうばーってなってた。その瞬間が今日一早かったね。コメントの流れが。来ると思ってなかったよね。いやね、もうちょっとね、来るとしてもこんな早く来ると思ってなかった。1時間9時台ぐらい来るかと思ってた。来るとしたらね、こんな早く来るなんて嬉しいね。やった、ついに、ついに来てくれたパンダが。肉、何の肉が一番好き？カルビ、カルビも好きだし、一番どれか分かんない。タンも好きでしょ、ホルモンも好き、あと何が好きかな、あといつもだな、分かんない。あ、ハラミ、ハラミとかも好き。でも毎回絶対頼むのはカルビとかも頼んでる気がするけど、ちょっとあんま記憶にない。タン、ホルモン絶対だね。カルビも絶対頼んでると思う。ハラミはちょっとあんま覚えてないや。でも好きだよ。キムチ、キムチさ、私あれが好き、キュウリの追いキムチだっけ、違ったっけ、そのキムチが好きです。キュウリのキムチが一番好き。キムチね、美味しいよね。焼肉屋さん行ったら、焼肉屋さん行ってあったら絶対に頼む。おいキムチ。冷麺はそんなかも、頼まないかも。うん、格的よりもね、おいキムチなんだよね。他のキムチ頼まないの、おいキムチだけ。でもキュウリでさ、お母さんが好きじゃなくって、で妹たちそんなキムチがそこまでみたいな、うん、なんかそんなみたいな。でも時々食べる時もあるけど、だいたい私が食べてる。あとおばあちゃんがいたら、おばあちゃんかな、おばあちゃんと二人で食べたり。お母さんキュウリが好きじゃないんだよね。でも私追いキムチが一番好きだから、キムチの中で白菜とか、普通のキムチより白菜、大根、キムチ、キュウリが一番好きなのだから、絶対に頼む、あったら追いキムチは絶対。ね、ナムルもいいね、確かに。クリームソーダも、クリームソーダ、キムチじゃない、キムチ屋さんじゃないわ、何やってんだろ。焼肉屋さんで頼んだの、覚えてる記憶があるのは1回だけ、1回頼んだことあるわ、クリームソーダ。あれは膜が葉っぱサンチュみたいなやつ、あれなんだっけ、
三地木のあれじゃない、なんだっけ、なんだっけ、あ、そう、サムギョプサルじゃない、焼肉じゃなくって焼肉屋さんでも置くのかな、頼まないか。サムギョプサル好きだよ。焼肉でもあんの？でも頼まないよ、葉っぱ葉っぱ頼まない、サンチ頼まない。サムゲタン、うーん、あー、食べたことあるかな、あんま分かんないよ、葉っぱ、あんま頼まない焼肉屋さんで。サムギョプサル好きだけど、でもそのサムギョプサル行った時ぐらいかな。山中で巻いて食べるの。パキラ、え、山中好きだよ、好きだけど、サラダとか普通に好きだけど、なんだろうな、焼肉の時は頼まないよ。そうだね、焼肉の時は頼まない。山中でも、そう、サムギョプサルの時だけ、サムギョプサルでもついてくるじゃん、山中が巻いて食べるものだよね、だからついてくるから、それで巻いて食べるけど、普通の焼肉の時頼まないね。多分メニューにあるんだろうけど頼まない。焼肉屋に行ったら卵スープ、卵スープ頼まないかも、私はスープ系あんま。でもね、毎回同じじゃないんだよな、頼むの結構バラバラ、結構バラバラ。なんか石焼きビビンバとかも好きだし、頼む時もあれば全然普通にライスの時もあるし、ご飯頼む時もあるし、うーん、その時の気分です気分。ユッケ食べたことない、わかんないのか、食べたことないですね。どこのメーカーか、謎のガム、何それ、何それ、あ、中吉よかった、でもさっき大吉出たからもう大丈夫中吉出ても大丈夫、今出てもあのパンダさん来た時に大吉出たからもう OK もう出ても大丈夫、中吉でも今日でも、さっき大吉出たからダメージなし今日が出ても中吉が出てもも、もうだってちゃんとパンダさんが来た時に大吉が出たから肉最強そうだ、ね、今中吉出てもさあれだからさ、さっきの大吉なしで中吉の靴下なんで、モコモコの靴下ですってなんないから、もう大吉だから
やだよ、靴下、そう、あんま履かないね。充電なくなってた。なんかよっぽど寒い時とかはさ、靴下履いたりするけど、もう暖房つけても寒いみたいな、もう寒すぎるみたいな日は靴下履いたりするけど、それ以外は履かない。あ、まだ戻ってない？充電だった。まだ止まってる人いる？もしかして。あ、戻ってる、よかった。コメント的に止まってるかと思った。充電でしたね。やるか気になって言ってない、まだまだ言ってないから、そんな何も言わずに唐突すぎない？急に話してんのにさ、急にメール書きに行く怖いよ、それしだしたら怖すぎしながら画面止めるんでしょ、怖っそれでメール書いてきたってそんなことしないよ母さんにパンダの自慢、それは後でしたから、それはもう後で、もういっぱいしてくるわ、ついに来たっていうのを焼肉が当たったっていうのを後でいっぱいしたから、口で大吉が出て焼肉が当たったって、あと言ってくるよ、ショールーム終わったらしましたけど、もちろん。一人焼肉楽しいんだよ。知らないのみんな。一人焼肉めっちゃ楽で楽しいよ。いや、なんか寂しいとかあんま思わないね。なんか周りになんかめっちゃグループでワイワイしてる感じの人たちがいたら、で隣で一人の肉焼いてたらちょっと寂しいってなるかもだけどってなったら寂しいかもだけど、いや普通そういう感じじゃなかったら楽しいですよ、一人焼き肉お一人で自分が好きなように焼いてさもう自分の好きなタイミングでこう焼いてみたいなできるし、あまり気にしなくていいからね、もう一人だけですから楽しいですよ、普通に一人焼肉何回かしたことある。一人ご飯はね好きだよ。一人だから楽です
ラーメンも一人で行ったことありますね、私何回か。一番最近はラーメン、そんなしょっちゅう行かないんだけど、最近行ったのは家系ラーメン一人で食べ行きました。ちょっと人が並んでたんだけど、男の人しかいなくて、私が並んでた時ちょっと焦った。後から女の人も来てた。でもなんか2、3人とかで一人の女の人、私だけだったな。家系ラーメン行きましたね、一人で。普通にラーメン、二郎系ラーメンも何回か行ったことある、一人で。普通に普通のラーメンも美味しかった。そう、一人で並んでた。一人ファミレス、一人ファミレスは今んとこないかも。なんか一人でご飯行くってなってファミレス選んだことないな。なんか違うとこ、まあ、一人だから、せっかくだから、なんか行ったことない自分のなんか行ってみたいお店行ってみようってなって、いつもね大体行かないんだよな、ファミレス。時間ちょっと長居したくて時間潰したいとかだったらいいかもだけど、あんまないんだよな。いつか行くかも。一人結婚どういうこと、一人結婚。え、ちょっとそれなんか悲しくない。なんかそれ言い出したらちょっと悲しくない。意味わかんなくなってくるし。一人でご飯はね時々行く。え、楽なんだよね、なんかパッて行きたいなって思った時に行けるし、行ってみたいな。普通に一人でご飯行きますね、楽だから。一人爽やかハンバーグないんだよね。爽やか行ってみたいの、行ったことなくて私。いつか行ってみたいね。2に決めるの早そう。いや遅い遅い、結構悩みますね、優柔不断だから。爽やかディズニーだと思っていかない。え、あれだね、めっちゃ並ぶんだよね。あ、中吉だ。お、中吉。あ、もう一個中吉。あ、あ、中吉。え、ずっと中吉だよこれ。何個だこれ、何個来るんだろう。中吉。中吉。え、これ中吉しか出ない、中吉、これ中、これ中吉しか出ない。今日来いって言ってる。おみくじだ。ちょっとね、ちょっとね。ね、これね、全部中吉だよ。中吉だ。なんか待って、面白すぎ。待って、なんか私の画面あれかも、ちょっと待って。え、なんかギフトのやつ止まってるな。ギフト止まってるな、なんか私の画面。中吉とはちゃって、紙、そういうことか、分かんなかった、止まってるわ。なんかギフトのところがさ、これいつからと、ちょっとスクロールしたらさ、だってパンダさんのあのやつがあるんだもん。パンダさんが投げてくださったあのおみくじのギフトがあるから、これ止まってるな。私、まあいっか、コメントが動いてるから。
どれで書いてたっけ。これか。今日8月6日おみくじだわ。あ、狙いが外れた。今日来いって言ってたもん。なかなか言わないって。中吉でした全部。すごい。逆にすごくない？おみくじだわ。風と海とさん言ってない。風と海とさん、あのなんだっけ、おみくじだわ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。中吉。大吉も今日も出ない。中吉。全部すごいな。逆に逆に運がいい気がするわ。それおみくじ、ああカセットミトさん、おみくじだわ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、おみくじだ。ありがとう、ね、びっくりした。何が出るんだろうって。全部中吉。運がいい。それは一番欲しくない中吉。全部中吉だった。面白すぎ。このギフト楽しいね。コマの国、ちょっとクマ潰れちゃった。ここのスペースが。ちょっとあれだけど、このスペースが大きかったからこう縦が取れたけど、ちょっとミスったね。このおみくじタワーって書く位置もうちょっと上だった。ちょっと潰れたクマが横に潰れちゃった。ちょっと毎回可愛いクマは描けないです。絵うまくないんで私別に。つぶれくま、つぶれくまグッズ。全部グッズにするじゃん。寒くない？今そこまでかな。あったかくはないけど、膝掛け今2枚かけてるの。2枚。だからその寒くはない。暖房つけてないよ。この部屋ないんです、エアコンが。だから毛布とかを着るしかない。こたつもないね。こたつ出さないから。いいことありそうね。おー、パンダさんが来てくれたから嬉しい。今年の書き初め、え、うまい？よかった。ま、あの書いたの、あの劇場に展示されてるんで、よかったら皆さん見に行ってください。
ぜひ。ねえ、やっと来てくれたパンダさん。全員じゃない、あ、全員じゃないんだ、あれみんなかと思ってた。書いたよ、ちゃんと書いた。久しぶりに筆持った普段習字なんてしないからさ、習字、習字がイントネーション違った、習字なんてしないから。筆持たない1年ぶりぐらいに持った筆を去年も書いて、だから1年ぶりぐらい。字を書くときは筆じゃない、字を書くとき筆、毎回筆じゃないな、私は。筆の人もいるからね、私は普通にペンだね筆使わないや、ちょっと。シャーペンって使わなくなるよね、ボールペンを。え、本当に本当そう、ボールペンの方が使う機会は、うん、シャーペン使わないな、あんま。学生とかだったらシャーペンだろうけど、ノートとか書くとき。でもシャーペン、なんか立ち位置ノートに書いたりするけど、ペンで書くから、普通ペン、じゃボールペンで書くから、ボールペンで書くから、そう、シャーペンで書かないからさ、普段シャーペン使わないよ。うん、友達の人いっぱいいるみたい、みたいな、いや、それいっぱいいるでしょ、みんなだって来てほしいでしょそりゃそりゃそうでしょ。私もやっと来たからね、3回挑戦して、今まで去年2回やって、今年1回で、やっとやっとパンダさん来てくれたからねそりゃみんな来てほしいよパンダ町の人いっぱいいるに決まってる、そんなの別に来なくてもいいよみたいな人いないでしょこの時間にやってる人はきっとみんな来てほしい、絶対思ってるパンダ町の子さん、パンダ町の子、そう、子さん、いつからやってるこのさ、パンダ町ってさ、私始めたのさ、いつだっけ、去年夏ぐらいのやつだけどさ、からだけど、でももっと前からやってるよね、やってないっけ、え、あれから、違うよね多分、いつからあったのこれはパンダのやつ、イベント、このイベント自体が始まったのいつなんだろう、え、気づいたらあった感じなのかないや、パンダの時に始めた、え、浴衣の時から、あれは、え、解禁なの私、え、わかんない、いつからあるのこれ、このパンダさんのやつはいつからあるんだろう。そう、私は3回目、え、浴衣からなの、え、じゃあ私全部やってるじゃん
あ、全部じゃないわ、一個まで捨ててないわ、忘れてました。2回やってクリスマスのやつやってないんだ、間に合わなかったクリスマスのやつ。だから4回あるうちの3回出てるわ。そう、その日さ23とかで公演だったの、その日でね、間に合わなかった普通に。やってる時間まで間に合わなくてできなかったの。そう、できなかった。そう、参加の意思はあったよ、でも間に合わなかった、できなかった。間に合ってたら、その時間までに帰ってきてたらやるつもりだった、それはもちろん、もちろん。もうほんと無理だったもん。帰ってる途中で755に間に合わないと思って、755に間に合わないって書いた。無理だったもん。そうなんです、参加したかったけどできなかった、ちょっと時間がね、ちょっと始まる時間が早かった、パンダのいつも同じ時間だけど。あ、次回もってこと？次回もパンダさんイベント狙うってこと？時間、次回、また会ったら、それはもちろんできそうだったらね。いや、公演で時間かぶっててだったら仕方ないけど、それは仕方ないけど、できそうだったらもちろんやるよ、それはもちろん。当たり前だよ、やるよ。いや、あのこの前の公演の時みたいな感じだったらそれは仕方ないけど、できそうだったらやります、もちろん。スイッチ当たるまで、スイッチ来るかな、またショーで来るかな、あれ夏のやつだよね、来るかな、来るといいな、スイッチまた。で、あの時さ特賞出てないの、特賞がスイッチだったんだけど出てないの、その時。そうだから、まだあるかもしれない、その賞出てないから、あるかもしれないよね。からきっとまたあるかもしれないから、その時もまたやろう、スイッチ、スイッチなくてもやるけど。まだスイッチ欲しい、なんかそう、スイッチあったら普通のスイッチライトだけど、ライトもライトでいいの、持ち運びやすいしいいんだけど、もしさ配信始めるってなったらさ、あれスイッチライトはテレビ画面につなげれないから、配信するってなると、そのスイッチのゲームしたい場合、配信でしたい場合できないのね、スイッチライト画面映し出せないからできないんだけど、普通のスイッチだと画面テレビにさこう映せる、映しテレビに映せるスイッチだと配信でもこの映すことができるから、配信画面に
だからそうでも今まで別にさそのスイッチゲットした頃はスイッチ最初欲しいって言ってた頃はさ画面配信する気なんてもなかったしその時エペやってなかったしねテレビ別に映し出さなくても別にいいやみたいな思ってたんですけどスイッチをやり始めスイッチで始めてさやり始めてさエペを始めちゃったんですねそれで PC も買っちゃってみたいなそっから変わっちゃったもともとはその気で行ったんだけど発信する気なんてなかったしそこまでなんかいろんなそこまでゲームハマってなかったからあれだったんだけどそうでもせっかくさもしゲーム発信できるってなればさ PC ゲームだけじゃなくていろんなのしたいじゃん任天堂のゲームしたいからそれだと普通のスイッチテレビに映せるスイッチじゃないとできないスイッチライトの画面を普通にカメラで映し出してしか無理なんだよわかるこの画面やってる手元をカメラで映してみたいな感じでしか配信画面に映せないめっちゃ見づらい画面になっちゃうからちょっと良くないじゃんつかチラズアートのゲーム配信チラズアート何それ知らないよそれチラズアートどのゲームだろう何時まで配信22時半ぐらいまでする予定半いや35分ぐらいかな35分ぐらいだったらゲームもと思ってるけど10時ぐらい10時前ぐらいになったらちょっと一旦配信止めてメール打ってきます送ってきますうん、1回後で止めるけどまた後で再開する2時間半ぐらいする予定です夢配信ホラーゲームってことえね興味あるのホラーゲーやってみたさもあるでもやったことないからさ怖そうでもなんかゲーム配信ホラーゲームのゲーム配信をしてる方は見たことあるの実況配信実況ってことじゃないかゲーム配信見たことあるんだけどそれ見る分にあんまり怖くなさそうだけどそれを見てる分には自分がプレイしてないから怖くなさそうだけど自分がプレイしたら絶対怖いじゃんイヤホンつけてさ音聞いてやるわけじゃん絶対怖いしてみた触るでもしてみた触るけど怖そうヒルネとヒルノじゃ全然違う絶対そうだよね、そう思ってるけどサロメちゃんの配信あれなんだっけホラゲーなんだっけあのゲームめっちゃ有名なやつ出てこない名前がバイオハザードバイオハザードのさサルミちゃんの配信めっちゃ面白そうだったけどさサルミちゃんがしてるからそう VTuber の方だけど自分がしたら絶対怖いめっちゃ怖そうだったあれあれ使えるかもしれないけどバイオハザードもやったことないんですよね私なんかさゲーセンにあるさ
なんかちょっとホラゲーっぽいやつあるじゃん、なんかゾンビとかをさ銃で撃って倒すってみたいなやつあるじゃん、なんていうん、ゲーセンにあるやつ、あれはしたことがあるの、あれはしたことがあるんだけど、でも普通のゲームはしたことない。でもあれか、スイッチとかそういうのないのか、プレステとかあるの、ないか、プレステにもわかんない親肌だとやったことない、ね、そういうホラーゲームとか、だからね、どうだろう、怖そう。バイオハザードの映画見たことない気がする、あんまゾンビ系の映画見たことない。なんかゾンビ系のさやつって面白いのももちろんあるけどさ、もう見たことないのもあるんだけどあのなんかさこうすっきり終わんないじゃん、わかるゾンビ系のやつってこう逃げて終わるみたいな感じじゃん、ゾンビが全滅するわけじゃないじゃん、わかる、すっきり終わんない感があるゾンビ系の映画全滅しないするとあ、そうそう、やられて終わるとかちょっとすっきりしない、終わった後そうなんかなんかすっきり最後終わってる、終わりがすっきりしてるやつがいい、映画とかドラマだからあんま見ないんだよね、ゾンビ系のやつなんか一番最近見たやつ何見たか忘れたんだけど、終わりだけしか覚えてなくって、ドラマあったじゃん、ゾンビのドラマ、なんかあれでもあれ最後まで見た記憶ないんだよね、なんか映画だったのかな、ちょっと何か覚えてないんだけど、なんか見たやつゾンビから逃げて終わったのね、それゾンビなんかどっかに閉じ込めて終わる、なんかわかんないけど、なんかゾンビから逃げて終わったの、えこれで終わりみたいな感じだったからえ何か覚えてないんだけどさ、ドラマか映画か覚えてない、なんかすっきり終わるやつが好き、映画もドラマも、なんかゾンビが全滅するとかで終わるのが好き全滅を求めてる嘘それが好きなんか嘘終わったってなっちゃうから、なんか最後がすっきり終わるのが好き、あんま見ないだからゾンビ系のやつ映画もドラマもあ、12時まで今日はやらない、明日早起きだから、今日は早めに寝ます、新幹線、ああ、なんか聞いたことある、でも見たことない、それもほんとね、ゾンビ系のやつは見たことないんだよね、そう、あんま見たことない、何かな、最近見た映画は体探し、でも体探しもさあれだね、最後さめっちゃスキル悪かったと言われたあれだよね、原作も読んでないからあれだけど、あれしか言ってないや原作読んでないから、原作の方が妹面白いって言ってた、妹原作読んでて漫画読んでてさ、漫画
なんだっけ、映画も面白いけど漫画の方が面白いって言ってた妹は。なんかどんどん続いていくんだよね。なんていう、難しいね。あんまりさ、こう言ったらさ、もうさ、まだ終わってないよねきっと。体探しって公開終わってるもん。え、ネタバレしちゃいそうで怖いんだけど難しくない？終わってる？言っても大丈夫なやつ？なんか最後本当に大丈夫か？ダメ？わかんない。そう、どんどんついていくの。でもなんていう難しい、知ってるやつ人にしかわかんない見てないって人もいるわ、やめとこう。じゃあなんていうのかな、そう、なんかね、よくわかんなくって終わった時の、え、これどういうことみたいな感じで終わって、で妹にさ、あれ最後ってどういうことって聞いたら、そう、あ、続くんだよこれって言われて、あ、そういうことねって思った。映画の続編とかそういう意味じゃなくって、続くって言われた。その最後に変わるじゃん名前がわかんないよねこれじゃない、きっと。大丈夫だよ、ネタバレじゃない。名前が変わるじゃん、その人で続いていくみたいな。そう、ループみたいならしい。そう、分かんなかったの最後の終わり方。え、どういうことと思って、で妹に聞いたらそんな感じらしい。その名前を変わった、名前を変わって、その書いてある名前に一人どんどんついていくみたいな。ちょっと見てる人しか分かんない見てる人しか分かんないけど、何し、カード探し。妹さんは理解、そう、妹なんかね漫画読んでたの、漫画を読んでてずっと。で体探しが映画化されるって言ってて、絶対見に行くみたいなこと言ってて、もともと漫画読んでたから妹、私は読んでなくって、なんか分かんなかった。こんな感じ。でもそれ久しぶりに映画見た、一番最後に見た時が多分高校生の時とかで、映画だって学生の料金で見たもん、その時一番最後に見たの、あの体探しの前ねめちゃくちゃ久しぶりに映画見た、大人料金で見るの初めてだったそれ最近だけど体探し11月いや10月か、ん、10月、多分10月、10月か。漫画読んでないと深く理解できない、漫画読んでないとね多分最後の意味わかんないと思う、読んでる人にしか絶対わかんない感じだった。その前キング、いやキングダムよりもっと後見てる、なんだっけフリフラとか、フリフラが最後かな、フリフラ、うーん、多分ほんとね見てないからもう分かんないんだよね見ないかな、もう映画館で。フリフラ見た、キングダム見た、鬼滅見た、でも多分フリフラだよね多分最後は、覚えてないけど多分フリフラ。それはね漫画から見てて好きだった。だから何年ぶりだ、何年かぶりに見た、高校生の時だから2年ぶりぐらいに映画見た、映画館で映画2年ぶりか、そっか、そんぐらいか。そう、1ヶ
かないからさ普段なんかあの値段がさ大人料金だから、前大人料金で映画見たことなかったから、前高校生の値段で見てたから、そう大人料金かと思って、サブスクで、そうサブスクでいつも見るんだよね、なんか映画気になる映画とかあってもサブスク出てたからでいいかと思って、呪術廻戦出てるしね、見なきゃ、あ、私あれ見なきゃと思ってたんだ、あの佐々木と宮野、佐々木と宮野っていうアニメ、それがねなんだっけ、今月の十何日とかだっけな、いつだっけ、なんか配信終了するって書いてあって見なきゃと思って何話か見たの、3話か4話ぐらい、うん、5まで行ったかな、ちょっと忘れたや、な何話かまで見たの、最後のいつなんか見なきゃ、なんかもう途中まで見てたんだけど去年の2月とかに去年の2月とか 1月じゃないか2月ぐらいかな1年ぶりぐらいに見たから、あんまちゃんとさ内容覚えてなくって、覚えてるところもあるけどちゃんと覚えてないから、もう一回見直してて1話から、だから見なきゃと思って今見てる、もう終わっちゃうから、その無料の配信期間が見れなくなっちゃうから見なきゃと思って見てる今。琴嫁映画見てない、え、それもある、映画のやつ公開、あのアマプラで出てます、そうこれアマプラ、私アマプラしか入ってないです、佐々木と宮野ってアニメ、そう佐々木と宮野っていうアニメです、アプラで見てました、僕は君は、あ見てないね、でも見ようとは思ってるけど出ないかな、サブスク出ないあれでもめっちゃ気になってる、あれなんか見る順番によって変わるみたいな、なんていうのこの結末なんていうかな感じが、そういうのが気になってるけど見てないや、そうプラ前はねネットフリックスも入ってたけど、ネットフリックスも入ってない、そのなんかさ携帯のさプランとかの期間でさ何ヶ月かだけ入んないといけないみたいなプランでちょっとだけ入ってたことあるいや1個でいいやと思って、その何個もそりゃこっちでしか見れないやつとかもあるけど、ネットフリでしか見れないやつとかもあるけど、で多いけどそういうやつ韓国のドラマとか多いけど、私韓国のドラマあんま見ないんだよな、カンドラあんま見ないからいいかなって、今から入ってないです、ネットフリ、その期間なんかさ入んないといけない期間みたいなやつがあって、携帯のプランとかでこんだけしか、あループしてる？戻った？ループしてますメール書き言ってないよ、覚えてる、あの何にもしてない私充電でもない、あれループしてない、あしてないって人もいる、え何これ、何人かだけしてるってこと、ループ怖っ
なにこれ、え、あんまないね、こういうこと。なにこれ、リアルホラー、やだ、リアルホラーとか。え、止まった人も、え、私の画面普通だった。うん、何にも。何もなってなかった私の画面。あれ怖っ。よく来てる、その、いや、この服初めて来た。この服妹の借りた。初めて来た。あ、似たような服とか持ってたりするけど、この服初めて。戻ったみたいだし、みんなまだループしてるって人いないし、いや、一瞬 HKT さんに見える。どういうこと、 HKT さんに見える、どういうこと。どういうこと。妹さんとサイズ一緒だね。これフリーサイズだから、もう妹なんか140、150とかのサイズ感の服着る年じゃないから。普通に S か M かフリーサイズの服かだから。そう、だから普通に着れるね。ちょっと弟のは無理だけど、弟はまだ多分140とか130とか、130ちょっとちっちゃいのかな、知らない、140、150ぐらいかな、ちょっとわかんないや。そういう子供服表記のさ服だから、ちょっと弟のさパーカーとかさ、そういうスウェットとか着れないけど、妹だったらそう着る。弟の服はまだちょっとちっちゃいんでね、あの子供サイズ、子供サイズの表記だが。妹と身長あんま変わんないね。うん、あんま変わんない。そう、子供服、弟はまだ140とかそういうさ、そういう感じの表記の服着てる。ちょっとまだ大人のさ服のさ S とかだとちょっと大きいから。私身長153、最後測ったのが153、今は何センチかわかんない。いつだろう最後上がったの、10、え、あれいつだ、17ぐらいの時、3年前、わかんない。だから一番最後に上がったのが153でした。上がってないからわかんないけど、一番最後に上がった時の数字をずっと言ってる、153って。なんかって妹さん内緒で18級受けちゃうんだから話せないの。いや、受けてないですよ妹、受けてない。普通に話してるよ妹の話も。受けてない。大きくなった気がする。大きくなったかな、伸びた私。わかんない、わかんないけど、一番最後に測った時の身長をずっと言ってる、153って。17歳の時からだから4年間言ってる。それ3年前に測った時の身長をずっと言ってる。どうなんだろうな、わかんない。伸びてないと思ってる。わかんないよ、
伸びてるか伸びてないか縮んでるかわかんない。いや測る機会がないんだよね。なんかいやなんかさ大学生とかだったらさないのかないのかな大学生とかって高校生までなのかなそういうさ毎年あるさ身体測定みたいなやつないのかな分かんない大学生ってあるのかな分かんないや今適当に言ったけどあるか分かんなくなった。あ大学もあるんだ大学生とかだったらあるみたいだけど大学生じゃないからさその分かんないんだよな。健康診断健康診断まだ行ったことなくってなんか普通の病院とかで行くやつでしょ行ったことないんですよ私だから測ってない身長分かんない自分の今の身長健康診断やったことないね病院とかのやつ。肺活量めっちゃあるって言われたいいじゃん肺活量めっちゃあるのはいいじゃんえー結婚診断とかじゃないとやっぱあれだよ身長測んないよねないしなその機械その身長測るなんていうん機械って同じイントネーションだからあれだけどあのタイミングもないしその測る機械あの何センチって測る機械もあんまないしわかんないからな機械も機械もないそうそう。分かりたいけど分かんない。ゆかちゃんとぽっちゃっこのワークスト欲しかった。ねえ私も欲しかった。いや。小姫が今日いたらさそうあれだけど私ももし次会ったら出たい。小姫うんもし次会ったら小姫出てほしい。そしたら何が何でも出たいあ50分。じゃあそろそろちょっとメールを打ってこようかな。ちょっと一旦止めていい配信またすぐ戻ってくるよ。今日小木のヘアバンドでピューランドがありました。かわいいそれはかわいい。よしじゃあちょっとメールを打ってきます。ちょっと待ってて打ってくる。止めるね。じゃあまた何分か後やるってくる。あとね。待ってて。